はい、皆さんこんにちは、劇団おじです。さあ今回はね、あの話題になります。警護体制が判明しました。本部長認可はお粗末すぎた、ね。そんな内容です。はい、国民として真実を知る権利があります。推理の情報提供になります。事件の解決はあらゆる仮説を立てることから始まるんです。そして、その立った仮説を崩していくと真実が見えてくるということになります、ね。で、まあ、ここでね、おじい確かガードレールに向かって列で歩いていくところの一人はカバン持ちの SP を前後に挟んだ安倍さんでしたよ。もう一度その部分の動画で確認してみてねということでね、コメントをいただきました。それで、投稿もね来ておりました。ガードレールの向かう安倍さんと前後の SP たちの動画からスクショしてあったものを送りますね。すでに確認済みなら申し訳ないですってことでね、警備6人いたよね。中5人で後ろ1人で6人体制だったけどなんか足んなくねっつってね言ってたんだけど、いただきました。まずね、この行列の2番目、これね、これが実は安倍さんだった。本当だ。あのカバン持ちの間に2番目にいたのがこれ安倍さんだったんだよ。でこうやってね、安倍さんが2番目に出てきて、でてきてんてんてんって帰ってくる。で外側の1人ね、で1、2、安倍さん、3、4、5って続いてくるんだね。ぐーっと入って、なんかね挨拶してます。こうやって入っていきましたということで、見ると後方警護が1人で、これが安倍さんで、1番目と3番目がカバン持ちで、あとお飾りね、こういう順番なんで、中に4人外に1人安倍さんという内容だったんですね。そうだったんだね。そんなわけで1人減りましたね。あの中に安倍さんがいたんだね。ほんとね、分かりづらいね。だけど同じような格好して入ってくるってことは、あの狙われた時にあれどれだ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 っつって、一応あの分かんなくさせるためのね、まあ、カメレオン戦法だったっていうことですね。そんだけで、おじいがね6人いたのにおかしいなっていうのは1人減りました。安倍さん ×1、 カバン持ち ×2、 お飾り ×2、 広報 ×1 ね。だここがねおかしいんだよ。ここが1っていうのがね、本当どうしてこうなったのか、ね。はい、そんだけでね、今回は短い動画で終わります。ありがとうございます。これもね全部いろんな方ね、視聴者様が一生懸命ね調べてくれて、で情報もデータで送ってくれる、ありがとうございます。本当ね、一人の疑問はみんなの疑問ね。こうやって一個一個問題を解決していくね。で今日もねいろいろアップしましたね。で屋上のね、狙撃のテントね、まあそれの最終バージョン出しましたね。なんと犯人はちっちゃい犯人だったね。そんなわけで動画を出しているのでね、まだ見ていない方はここら辺にあるんでね、見てみてください、うん。もうそこのスナイパー、屋上からスナイパーがね、それでもまだ消えないね。でもあれがテントだったら、テントの中から撃ったのはね、ものすごく身長の低いね一晩だったね。だ武器もちっちゃい、だからチューンってやったのもね、ちっちゃい、そうだったんだへーっていうね、まあそんな流れになりました。であとはメンテナンスね、その整備ね、それにカモフラージュして紛れ込んでるんじゃないかとかね、まあそういうのもあったけど、一応ヘリコプターずっと追ってみていくと分かるからね、うん。まあ、全然怪しいところはない、ね。で通常の作業員がいるところでやっぱできないからね、
ぶっちゃけ本当で、あの上にもやっぱね、あのヘリコプターが飛んでるしね、普通のあの演説でもやっぱ安倍さんが動くってことは取材が来るからね、本当ね、まあ、一段的ね見られる、そんな身を隠さないで屋上からやるってまず難しいし、炎天下の暑い中無理だよ屋上からって。やるんだったらやっぱ部屋の中からだよね、全部こうカムフラージュして黒くして外から見えないようにして、穴とスコープだけにして、それでやるよ。屋上バレバレやん何あのマントかなんかこうやってかぶされながらこうやってやるね、バレるって屋上はいかんせんね。でこうやってあのチェックされるし、こうやってねバレるよそりゃね、無理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 ね、はい屋上は無理ね、やるんだったらあの部屋だよ本当ね。はい、そんなわけで今回は警備体制が判明、本部長が認可したのはお粗末すぎた内容でしたということです、ね、であとそのだんまりを決め込む、ね、このだんまりを決め込むことによって国民がしびれを切らしてもう忘れるまでだんまりを決め込む、ね、であと一個残念なのが青山議員ももう2週間そろそろ経つんだよね、前回の動画からね、このままだんまりを決め込むのか。で前回の動画の締めくくりは、まあ、当然この件は裁判になります、裁判になれば司法解剖した医師たちもね当然証言することになるしっていうね言ってるけども、その裁判ができるかどうか今ね精神鑑定してるわけでね、でそれが最低でも11月末まで30日までね、延長もあり得る。だから今何月、8月でしょ、まだ8月中旬でしょね、9、10、11月以降じゃんね、で起訴したとして裁判が決まってて来年の話じゃん。じゃあそれまで何にも情報出てこないのね。どのみちこの件は裁判になるからしたって、裁判になるかどうか分かんないけれども、だったとしたってずっと先じゃん、ね、青山議員このままだんまり決め込むのついに、ね、はい、まあおじいはね、不思議でした。あとは何があるのかな、ね、一応山上哲也容疑者の単独説はもう肉付けもついたんだよね、うん、もう崩せない仮説ができたんで、うん、あとどうしたいんだろう、あれかチャリンコか、あのチャリンコのじいちゃんが合図でその後にあのゴロゴロがやってきたって、なんだっけ、目覚ましがビーンってやって、ギューンピッポーピッポーでパーングーガラガラガラベンダンガンダンドンブードダダダダダダピーってビーンダーウーっていう、なんだっけそんなわざわざ手のこと合図すんのねあのだから それがあのコメントが消されたとかね、だから本当は一般市民で何でもない人を特定してどうのこうのっていうのはそれはやっぱり消されるんだよ多分閲覧でね、そう思うよ、ね、はい、それだけでね、皆さんはどうでしょうかね、だん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 スナイパー説がどうパーセンテージがね、で元気なおじいの仮説の肉付け、ね、今日の肉付けでほぼ完璧じゃないかな本当ね。あと捕食するところってどれぐらいあるんだろう、思いつかないもんなんかね、もうほぼ決まったね。ただ一発目が空砲だったのかどうなのかっていうそこのところなんだよね、少なくても安倍さんの演説する後ろに3発映ってたよっていう、あれが視聴者からの投稿の動画で、あれが加工されてなかったとしたら、すごいことだよね。2発映ってて、あと旗のベロベロのところに1発映ってて、3発映ってる。であれがだから
何発目なんだろう。でも後ろに映ってるってことはあれは一発目ってことだから、そうでしょ、ね、だってやられてないんだから後ろに行ってで、だからあれがだから一発目が空砲だったっていうのが、あの動画が加工されてないんだったら一発目は最低3発出てたっていうのが立証されるからね。本当ね、そうすると、まあ、多分選挙カーに当たったのもそれかもしれないし、ビルの方に当たったのかもしれないし、最低3発、ただ6発出たかどうかは分かんないね。3発3発かもしれないしね、もしかしたら分かんないよ。これは本当6発なんて入ってたのかなってね、疑問に思うんだけど、ね、まあそこも徐々に分かっていくんじゃないかなと思います。はい、喉痛いんでね、もう今日はこの辺にしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。疲れたよ今日も6時台からやってたからね。はい、終わります。じゃあね、またね、これをしといてね、バイバイ。